簡単なチューリップを折ります。まずこちら半分に折ります。半分に折ります。開きます。折り目に合わせて折ります。開いてこちらの折り目とこちらの折り目で切ります。辺と折り目を合わせて三角に折ります。同じようにすべて折り目に合わせて折っていきます。こちらの四角も三角に折ります。同じ向きに三角に折ります。半分に折ります。こちらの折り目で折ります。角を三角に折ります。裏返してこちらで花の部分の完成です。次に葉っぱの部分を作ります。三角に折ります。三角に折ります。開きます。折り目に合わせて折ります。反対側も折ります。角と角を合わせて折ります。こちらを引き出しながら折ります。裏返して辺と辺を合わせて折ります。角を三角に折ります。裏返して花をくっつけます。こちらで完成です。